8校で目撃情報渋谷に大谷出現。大谷翔平投手がアメリカ大リーグドジャースに入団し、オフシーズンにおいても様々な注目を集めています。その中で一つの話題が、ディップ株式会社のブランドアンバサダーに就任したことです。この就任に伴い、同社は東京渋谷の8校前などでディップ×大谷翔平の広告を展開し、ファンたちの注目を浴びています。実際、渋谷では大谷の姿に驚く声が上がっており、広告が設置された場所にはファンが足を運ぶ光景も見受けられます。渋谷駅周辺や渋谷スクランブルスクエアの広告媒体には、大谷がスーツ姿で凛々しい表情を浮かべた姿とともに、夢を叶える仕事に出会おう、というメッセージが掲示され、そのインパクトは大きいものとなっています。ファンたちは X 上でもこの広告を目撃し、驚きや興奮のコメントを投稿しています。また、ディップ株式会社の公式 YouTube チャンネルでは、代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹氏と大谷との対談が公開されており、大谷は野球選手としての夢に向かって頑張ることが仕事と述べ、一つの道しか示せないが、それを含めて一緒に夢を追いかけていけたらと語っています。これらのエピソードはファンや一般の人々に感動と共感を呼び起こしており、大谷翔平の新たな活動に期待が寄せられています。渋谷に大谷さんいたんだ。素敵な企画ありがとうございます。渋谷に行きたすぎる。スクランブル交差点の広告、めっちゃ大きい大谷さん。渋谷八甲前を完全にラックしてる大谷さん。素敵すぎる。これぞ大谷翔平。渋谷が大谷で埋め尽くされる。大谷翔平の渋谷ラック。日本でもアメリカでも大谷ばかりだ。大谷はどんなところでも話題になる男。大谷翔平いつ見てもかっこいい。大谷の存在の大きさがわかるコメントばかりでしたね。皆さんはどう思いましたか？コメントお待ちしております。いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは See you later, alligator.